いどうも、関西クラクラクラブのコミーです。さて本日はですね、タウンホール12から見てほしいんですが、これね、また同じように12、11どちらでも多分使えるようなあの戦術なんじゃないのかなって思うので、あの12以外の方もね、あのぜひぜひあのご覧いただきたいというふうに思うんですけども、最近あんまり上げてませんでしたね。あのコウモリ編成っていうやつなんですが、言い過ぎか、コウモリ編成っていうとちょっと語弊がありますね。ドラグバットですね、まあ、要するに先打ちのコウモリです。ちょっとね、まずはこんな感じのスザンクロスっぽい配置に対してやってみたんですが、見てもらえたらと思います。このね、先にコウモリを打つ編成っていうのって、どれくらいかな、3、4ヶ月ぐらい前かな、私結構多めに動画を出していたんですけども、その頃はね、本当に刺さる配置が多かったんですよ、非常に。まあ、ただ、最近ちょっとこう対策をされてきて、刺されにくい配置が増えてきているんですね。例えばインフェノタワーがマルチばっかだったり、ウィザードの塔がね、こう処理しにくいような、でも外周に近いエリアにこう配置されていたりして、コウモリ対策っていうのがだいぶ進んできている印象を受けます。なんですけど、まだね、たまにこういうコウモリをね、先打ちがぶっ刺さるような配置が出てくるんですね。まあそういう場合には、何よりもこの編成安定して使えますんでね、ぜひぜひ皆さん試してみてもらえたらというふうに思います。で、もう今動画を流してますけども、コウモリがだいぶ防衛を削ってくれましたよね。でこんな風に削ってから、あとは一気にドラゴン、あと突破兵器はボマーですね。それプラス、グランドウォーデンつけて、残ったレイジとフリーズ使って押していくっていう編成ですね。これもう完全にパターンになりますんで、使える配置を見つけたらもうそのパターンで攻めてもらえれば大体いけちゃうような、まあ、もんかなというふうに個人的には思います。本日の動画合計3本立てにしたいなというふうに思っていて、まあ、最初はね、この私の、このドラゴン編成の、動画を今流して見てもらってますけども、最後まで見てもらい、まあ、次にもう一回ね、プラン解説を簡単に挟んでから、この動画、再度見てもらいたいと思うんですけども、次の動画っていうのは配置の並びがほとんどっていうか、まあ、ほぼ全部同じですね。同じなんですけども、別の村、多分ね、このプレイヤー名も同じなんで、今私が攻めてるこの2番手のね、サブアカかなんかじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあ、それを、同じアタックで、全く同じアタックで前回取ってますんで、まあ、どんだけこのね、攻め方の安定性だったり再現性だったり、まあ、っていうのが高いのかっていうところをね、見てもらえたらというふうに思います。どうですかね、結構すごくないですか、ドラゴンたちがしっかりこうね、がっつり生き残っている状態。確か合計で8体ぐらいかな、援軍も含めて持ってきたのが5体生き残ってるっていうね、まあ、これがこのドラグバット編成、先打ちコウモリのね、この安定感ですね。何よりもこの安定感がすごいなっていうふうに思って私は使っているんですけど、結構ね、これが使える村に出会ったら本当に失敗が少ない単純な攻め方なんで、ぜひ皆さんね、こう試してもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思うんですが、これですね、2つ目の村。ちょっとね、今回はレベルが低いです。まあ、低いんですが、防衛の配置は1個目のね、動画と全く変わらないので、見ていきたいというふうに思います。で、まずこういった村を攻める場合に、というか、まあ砂丘シコウモリを使う場合、どこを見るかっていうと、最初これですね、ウィザードの塔5個ありますね、まあ、この場所です。これが処理しやすい、要はコウモリを使う前に何らかアチャークイーンとかを使って処理したりとか、あとはまあ、ジャイとかアイゴレをぶつけて、動きを止めたりして、無効化できやすいようなところにあるかどうか、あと お互いがお互いをね、守っているような連携をしているような場合っていうのはなかなか処理しにくいんで、まあ、そういうのは避けた方がいいですね。あとこういうインフィノタワー、この辺ですね。これ3本目は立ってないのかな、この配置は。ないかもしれないですね。まあでもまあ2本ありますけども、これがマルチかシングルかっていう違いが結構大きいです。マルチだと、まあやっぱコウモリには相性が良くないんでね、シングルインフェルノだった場合には、先打ちコウモリを使える可能性がググッと上がるんで、
有力な選択肢に入ってくると思います。で、そこを見るとき、まあ、今回のこの相手の村なんですけども、まあ、私が着目したのは両方ともこれシングルインフェルノタワーですよっていうこと、あと、ウィズトですね。まず、どこにコウモリ打つかって言ったら、コウモリでなるべく対空砲だったりインフェルノタワー、あとイーグル砲を壊したいんですよね。壊した上で L 字を作りたいんですよ。まあ、今回言ったら私は、このイーグル砲を壊したいなって思いました。この時に邪魔になってくるのはターゲットの場所からしてこの2個のウィズトだけですよね。まあそれが怖くないですね。多分これ届かないんで、今攻撃範囲しましてるこのインフェルノも、まあマルシやっても届かないんですよね。そうした場合にじゃあどうするかっていうと、邪魔なのがやっぱりここなんで、まずはアーチャークイーンをぶつけて、アイスゴーレムと一緒にねぶつけて、一気にこの、ウィズトを無効化しちゃいます。で、こっちのウィズト、まあ念のため壊したかったんで、アーチャークイーンは今矢印書いてるこの、10時9時方面から出してきましたね。で、2個目のウィズトっていうのかな、こっち側多分これは壊せないだろうと思ったんで、ここからコウモリをスタート、この上にレイジ、フリーズを打って、上から一気にコウモリを当てて、もうコウモリでこのウィズトを打っちゃおうと思いました。そうするとコウモリのルート的にはこっちにこう、あーごめんなさいね、こっちにこう流れますよね。こういう風に二手に分かれて、まあそれは多分予想できたんですよ、大体ね。で、流れたコウモリが行き着く先がここですね。ここなんで、このウィズトっていうのは確かにコウモリを一網打尽にできちゃいますから、フリーズも持ってきる枠数もない、限られてる中で、じゃあジャイアントで止めようと思って、ここにジャイアントをこう持ってきてるわけですね。で、あわよくはこっちの方までコウモリを伸ばしていっちゃおうと、まあいう風なプランを考えてました。で、そうすることによって、最低限作りたい L 字っていうのが、まあ、こんなような L 字ですね。 L 字でドラゴンこうスタートで、あわよくばですよ、あわよくばもうこっちを全部コウモリでこうカットしちゃって、こんな感じでドラゴンを流したかったっていう風なねイメージでやってました。そのとこを踏まえてもう一回、この動画見てもらえたらというふうに思います。まずは、邪魔なね、10時方面9時方面の、ウィズト、これを折ってきます。ジャイからのウォールブレイカーで壁を開けて、結構ダメージが集中するんでね、ババじゃ少し、まあ、心もとないかな。でアイゴリ出しちゃうとユニットを切り替えてるうちにダメージ食らって、フリーズの効果時間がもったいないんで、しっかりアーチャークイーンにねこのフリーズの効果時間の恩恵与えるために、まず最初ジャイからのウォールブレイカーしました。でアイゴリを使ってアーチャークイーンですね。アイゴリアーチャークイーンはすごい相性いいです。で、ここレイジからのフリーズでウィズトを止めてからのコウモリ、流したコウモリがしっかりイーグル方に向かうと、当然ながら、6時方向に向かうコウモリと二手に分かれちゃいますね。まあ、これはしょうがないです。でインフェルノがシングルなんで、このままこれを破壊していって、で残ったコウモリがどん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 破壊してくれていて、結構伸びそうだったんで、ここはジャイを出してこのウィズトの竹取りをしました。でそのままコウモリは対空砲3本目まで折ってくれて、ここでまあ力尽きるんですけども、まあ、十分ですね。これだけ働いてくれればもう十分で、このベビドラはサイドカット用です。まあ、要するに何ていうのかな、コウモリで防衛施設を壊しても今みたいにストレージが残っていてドラゴンのためのサイドカットができてない場合っていうのはちょっとそれもったいないんでね、こういう風にベビドラ持っていって、でドラゴンがしっかり、ね、進めたい方向に進むように、今回で言ったらこっちの方面ですね、この方面にこうまっすぐ進むようにここをサイドカットするという役目でベビドラを使いました。あとはライドラで、3時12時方面っていうのかな、まあ、右側の隅っこですね、ここのカットをやりながら、さらにバーバリアンキングでライドラのこのカットをサポート、まあ、って言いながら結構ドラゴンがねこのライドラのいるこっち方面にこうたくさん集まっちゃってますね、こっちの方に。まあ、これは意図したわけでもなくて完全にミスなんですけども。で、バーバリアンキングはこんだけねドラゴンがずれちゃったんで、もうライドラの方につけてももったないやと思って、私は、6時側から出してこのサイドカットに回しましたね。サイドカットじゃないわ、ごめんなさい、回収か、回収に回しました。まあ、ここはやりながら臨機応変ですね。本当はこんなにドラゴンが、右側に寄るはずじゃなかったんで、この辺
にバーバリアンキングを出して、こういう風にね、鉄のカットをしてドラゴンをサポートさせると、まあいう予定だったんですけどね、ちょっと失敗でした。ただまあこの再現性の高さ、分かってもらえたでしょうかね。同じ村があったら、まあ、多分私これ10回やって10回成功する理由、自信が、言い過ぎかな、9回ぐらいは成功させる自信があるというふうに思います。多分多分ですけどね。はい、でですね、最後にこちら3本目見てもらいたいというふうに思います。この3本目何かっていうと、まあ、見てわかる通りライドラーを多めに積んでますね。クイヒーライドラーなんですが、同じような、まあ、サザンクロスに近い配置ですね。これに対してコウモリを後から使っていく、まあ、そんなような攻め方をしたアタックになっております。で、まあ、これ何が違うのかっていうと、相手のウィズ島だったりとかインフェルノタワーの種類や位置ですよね。ちょっと一回止めましょうかね。これここなんですよ。まずインフェがマルチであることね。あとウィストがここここあとここここにあって、特にこの3つってすごいユニットで動きを止めたりとか、先に壊すことが難しいですよね。まあ唯一これぐらいですね。こいつだけ先に壊したり、またはまあジャイとかで竹取って無効化できるのは、こういう場合にはコウモリってすごい使いにくいんですよ。先打ちのコウモリはね。なんですけども、であるならば先に、ヒーローやドラゴンを流し込んでしまって、でその後にコウモリを使っていく、まあ、そういうようなやり方っていうのがね、結構使えたりするんで、今回のエルサさんはそのパターンで攻めていらっしゃいますね。で、今アジアクイーン、防衛軍と当たってしっかりこれを処理していきながらボマーが中に入っていきますね。でライドラー残り4体をどこから出すかなんですけども、これイーグル砲の区画から出していきます。今もう綺麗な L 字が出来上がってますよね。こんな形でこんな格好でですね。でライドラをこう回していくんですけども、回していく途中でコウモリを合流させるというか、使っていってライドラの進軍をサポートする、そのようなイメージでね、このアタックは攻めてます。どっからこれコウモリ出してくるかっていうと、今グランドフォーテン出し忘れたみたいですね。これ今私気づきましたけども、多分本人的にはなんでホーム使おうと思ったらウォーディいないなっていう感じだったんでしょうね。まあそれは置いといて、で、今これ、3時からこう出していってますね。でウィストのターゲットがライドラに向いてるの分かるでしょうか。向いてるのでコウモリがそう簡単にやられません。ウィストがいないとまあ結構強いですよね。ただ、まあ、出すタイミングが少し遅かったのか、ギガテスラのところでだいぶね仕事をせずに落とされてしまって、まあ、実質コウモリの枠数以下の仕事量になってたかもしれないんですけども、まあ、それでもね、今ライドラがいるあたりのエリアっていうのは全てコウモリが蹂躙してくれた後になりますんで、だいぶ悠々とライドラが進んでいますよね。まあ、こんな感じになってくると前回は非常にまあ固くって、最後のこのギガテスラ角もホームからのチェーンライトニングであっさり落として全開まで持っていくという格好ですね。まあ、こんな風に後出しで使うっていう方法もあるんですが、まあもしできるんであればね、先打ちを使える村を探し当てて、そこを攻めていった方が攻め自体は安定します。事故は非常に少ないですね。流れの中でコウモリを使うんじゃなくて、まあ、サッカーでいうこのなんていうのかな、セットプレーみたいなもんですよね。じっくりじっくり狙って一発打てるんで、ぜひぜひね、なんていうでしょう、先打ちコウモリが使える村と出会ったら攻めが安定します。星2からの延長全開っていうのがかなり安定するんで、皆さんも積極的にね狙っていってもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあそれがダメなら別の攻め方をね試してみるとかいうことかなっていうふうに思います。はい、というところで本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では失礼いたします。バイバイ。